母親が娘に優しく傾く、ロゴがモナコの路面店、ランバンは、フランスのファッションブランドである。ジャンヌランバンによって1889年の、フランスパリで創業されたブランドで、婦人、紳士向け規制服、香水、並びにアクセサリーなどを展開。バーバリーなどと並んで、現代服飾ブランドとしては最も歴史の長い、部類に入るとされている。 2018年2月に中国企業のまた星国際が買収した。2019年1月から元ロエベのブルーノシアレッリがクリエイティブディレクターに就任した。レディスコレクションは2015年まではアルベール・エルバスがアーティスティックディレクターを務めていた。ランバンの伝統的なエレガンスと女性を美しく見せるデザインは好評であったが、 エルバスが不透明な経営に難職を示したとの噂もある通り経営陣と対立。突然解任された。さらには、労働組合と経営側が裁判でぶつかる出来事もあった。エルバス解任後、2016年からは、ブシェラ・ジェラールがデザインを担当。さらにオリビエ・ラピデュスが2017年から2シーズンに渡り、勤めた後、社内のデザインチームが担当していた。 メンズウェアにおいては2005年から2018年までルカ・オッセンドライバーがデザインチームの指揮をとっていた。1889年にパリ・パックのフォーブル・サントノーレ通り22番地にジャンヌ・ランバンが開業した帽子店を起源とする。ジャンヌが娘のために作ったドレスが話題を呼び、ランバンは親子服、さらにレディースファッションのブランドへと成長した。 1920年代から、メンズウェアの展開も開始している。メインブランド、ランバンのほか日本のアパレル企業とのライセンス契約により、日本向けラインとして、ランバン EN ブルーや、ランバンコレクションなども展開している。また、イタリアのメガネメーカーや、日本の製菓メーカーともライセンス契約を、締結している。メインブランド商品については、 自社の日本法人が輸入取扱いを担当していたが2019年8月に解散した。また、日本向けラインはラメール、ジョイックスコーポレーション、デサントなど国内企業が取り扱っている。ありがとうございます。